で続いて2章ですね。最大効率を叶えるインプット14の方法を解説したいと思います。まず1つ目が本を選ぶっていうところですね。本っていったらインプットの基礎になるんで、しっかりとここも理解することが大事です。で本を選びのための2つの視点があります。まず短所克服のためなのか、長所進展のためなのか。短所克服っていうのは自分が不得意な分野、苦手な分野を克服する方法です。で長所進展って自分の得意分野、能力をさらに伸ばすということです。本を選びにはこの2つの視点が大事です。まあ、多くの方が短所を克服するために勉強するんじゃないかなと思うんで、その場合は入門書ですね。あまり分厚くなくて読みやすい本です。本屋さんとかで行ったら、まあ、売りという本でも太い本と薄い本があるんで、例えばもし営業が苦手でクロージングが下手だなと思ったら、クロージングを強化する本を10冊買います。僕は1つのテーマにつき最低10冊買うようにしています。もちろん10冊というとお金的に結構かかるんで、3冊でもいいと思います。それは自分の収入だったり余裕によって変えてみてもいいんじゃないかなと。自分の場合は10冊読む理由っていうのは、やっぱし同じジャンルについて複数の視点だったりノウハウとか立場で書かれているんで、10個読むことによってなんかバランスが取れるって言ったらいいんですかね。あの偏りをなくすために10冊読みます。要は著者によってね、様々な方法とか見解があるんで、10冊読むことによって本質をつかむためですよね。しっかりと本質をつかむために僕は10冊読むようにしてます。あとはね、体験談が書かれた本っていうのもおすすめで、例えば起業する、まあ、営業の本だったとしても営業のノウハウばっか読んでもいいんですけど、例えば営業の魔法っていう本だったり、実際具体例的なエピソード形式になったりとか、例えば転職の思考法っていうのはあれストーリー形式ですよね。いやストーリー形式になってる本を読むっていうのも、あの実際ね、腑に落ちやすいんで、体験談が書かれた方法本を読むっていうのもいいんじゃないかなと思います。で続いて本を探す、本の探し方ですね。何個かあります、本の探し方。まず一つが人に聞くっていうことです。自分の上司とか先輩に、今こういうことで悩んでいるんですけどおすすめの本はありますかと直接聞いてみるということが一つの方法です。またもう一つが Amazon です。 Amazon で検索すると営業って入れたら出てきます。またランキングもあります。なので Amazon で検索する、また書店に行く、主にこの3つがいいんじゃないかなと思います。書店に行って、営業の棚に行って、初めにと終わりにとか表紙にとかペラペラめくってみて気になるものを買ってみると、またその補足的な方法としてレビューを参考にするのもいいかなと思います。 Amazon でレビューが多いものっていうのはやっぱりたくさんの人に読まれているわけなんで、レビューがたくさんあるものを見るっていうのもありなんじゃないかなと。あとランキングで上位に上がっているとか、ちょっとパッと見で気になるものとか、またインスタとかツイッターとか YouTube で僕が紹介した本を読んでみるっていうのも非常にいいんじゃないかなと。またおすすめの本の検索サイト3つあります。ブックビネガー、ビジネス書に特化した情報サイトです。またビズポ、話題のビジネス書が3分間でわかるサイトになっています。またビジョ読書、ビジョ読書っていうのはビジョの方が読んだ感想書いてあるようなもんで、ちょっと楽しみながらビジネス書っていうのが見れる本になってます。だからこういった検索サイトの中で紹介されている本を読むのもいいんじゃないかなと思います。で続いて3つ目、本の4つのチェックポイント、これ絶対に覚えておいてください。速読だったら本を早く読むため、インプットするため非常に重要になります。僕が本を買うときチェックすべき箇所っていうのは4つあります。まず1つがタイトルと表紙です。要はいい本っていうのはタイトルや表紙が魅力的なことが多くあるので、タイトルを見ていいと感じた本っていうのは買ってみるとか手に取ってみるっていうのはいいんじゃないかと。あと著者名です。誰が書いたかっていうのはとても重要です。好きな著者だったりとか、この人よく本出してるなって人の本を買うっていう著者名をしっかりとチェックしましょう。あと初めにと終わりにです。初めにと終わりは著者がその本で伝えたいことがまとまっています。なのでこれは買う前に読むっていうのを立ち読みで読むのはありだなかなと思います。続いて目次です。目次を読むとその本の全体像っていうのが分かるので、この4項目を必ずチェックしてみるっていうのが大事かなと。1冊だいたい数分、1分2分でチェックできるんで、もし本屋さん行った時にこの4つをチェックして本を選ぶっていうのもありじゃないかなと思います。で続いて本の読み方、1冊に30分以上かけてはいけないっていうことが書かれてます。僕はその熟読よりも速読の方がビジネスの成功には大切だと思ってます。要は早く大量に読むと、だから速読多読ですね。で本は 2,3 冊同時進行で読むのがいいです。僕はカバンに常に 2,3 冊入れてました。起業前の時は通勤カバンの中に、会社員時代常に本を2冊入れて、行きと帰りで1冊ずつ毎日読んでました。で4ヶ月で結果読んだ本っていうのは確か300冊ぐらい、実際にビジネスを読んでます。それがやっぱ学びなくして成功はないと昔から考えていて、やっぱ勉強しない人っていうのは仕事で結果が出ない、また早く結果を出すことができないわけなんで、本をカバンの中に入れるっていうことが大事なんじゃないかなと。
今僕はこの YouTube の解説動画をしてるんで1日1冊読むようにしてますし、これからね絶対仕事で成功したい方っていうのはこういう本の解説動画を見て本の内容に詳しくなる、また本をできるだけ気になったやつは読んでみるっていう積極的なね自己投資をするといいんじゃないかなと思います。本購入後の読み方ですね、まず始めにと終わりにと表紙と帯、これをざっと見返します。で次にあの本文の太文字、本文中のまとめポイントっていうのをバーッと読むっていうよりめくって見ます。で最後に目次にも戻ります。目次に戻って気になるところを読み始めます。まあ、初めに終わりにを読んで表紙と帯を眺める。で僕だったら予測読みっていうのを使います。この本どういうことが書いてあるだろうっていうことを考えます。でちょっと考えたから、まあ、ページをバーってめくって太文字ポイントを見て最後目次で気になるところを読むと、これであれば30分かからないと思います。これを3回繰り返します。例えば行きの電車、帰りの電車、次の日の朝で2冊目っていうような感じですね。これをやるとすごく早く内容が理解できて、で本で重要なことっていうのは100のうち10つかめればいいとか20つかめればいいっていうぐらいのレベルで考えた方がそれをやりやすいと、全て完璧にマスターしようと思うと難しいんで、あの僕も今この本の解説で結構飛ばし飛ばしにやってます。実際そのようにね重要なところだって思うことを自分が理解できればいいんじゃないかなと思います。で、まあ、本は最後まで読まなくていいって話ですよね。でしっかりとその読んだらアウトプットを必ずしてください。 Amazon の本を読んだんだったらレビューを書くだったり、例えばねマーカーを引いてみるとか、それ引いて後引いた内容を後でブログとかノートにまとめてみるとか、後輩に教えるとか、会議のネタに使うとか、あのしっかりとそうやってアウトプットするってことが大事です。で続いて本を耳で読むっていうことですね。5つ目、電子書籍を音声でインプットするだったりとか、あの移動中駅まで歩いている時に YouTube の動画を見るとか、しっかりと耳で学ぶっていうことも非常に重要です。特に歩いている時とか電車の時とかカフェの時間とか、例えばタクシーに乗っている時とかっていうのは非常に重要かなと。で6つ目ですね、ネットを使うと、SNS をフォローするとか YouTube のチャンネル登録をするとか、情報っていうのは新鮮なんで、あの信頼がおける人の情報っていうのはしっかりと登録しておくといいんじゃないかな。なので僕も YouTube の登録をしておけば毎日通知が来るんで、であのしっかりとこういった登録をして情報を学ぶと、で最短最速はやっぱ YouTube がいいんじゃないかなと。やっぱし動画で学ぶとか音声で学んだ方が実際腑に落ちたりとかもするんで、あとまあ無料で見れるっていうのは非常にいいかなと。あと YouTube の一番いいところっていうのは僕はあの2倍速で聞けるっていうところですね。やっぱし自分は YouTube 見ると必ず2倍速で聞くようにしてます。もちろんね慣れてない方は早くて聞き取れないって人もいると思うんですけど、できたらね1倍から 1.25、1.5、1.75って感じでどんどん上げてって、できるだけ早く学ぶっていうことが大事なんじゃないかなと。要は学ぶのが目的ではなくて、学びを成果に変えるとかお金に変えるとか仕事の出世に変えるってことがあの動画を聞いている方の目的だと思うんで、頭を良くなるっていうよりもいかにその仕事の成果を得るためって考えたインプットは最短最速でやるのがおすすめじゃないかなと思います。で7個目、テレビラジオを使うということですね。テレビは僕はドキュメンタリー番組っていうのをチェックしてます。特に見た方がいい番組として自分は必ずチェックしてるのが情熱大陸とプロフェッショナル仕事の流儀、またガイアの夜明け、カンブリア宮殿っていうのは必ず見てます。これらはねいろんなプロフェッショナル経営者の方がゲストに招かれて、まあね、成功の法則だったりとか、こういうことを意識して働いてるってことを、チェックできるんで、これら4つの番組っていうのは毎週見るのがいいんじゃないかなと思います。で、続いて8、セミナーですね。有能なセミナーに参加するってことです。まあ、1000円でもね、2000円でも3000円でもいいんで、自腹でお金を払うとそれを回収しようと思うと思うんで、しっかりとセミナーを参加するのはいいんじゃないかなと思います。で続いて大事なのが一番前に座るってことですね。いやセミナーの価値ってセミナーで先生の話を聞くだけじゃなくてその環境も買ってるわけなんで、どうせだったら先生と話すとか一緒に来ている人と仲良くなっておくっていうのが非常に重要と。でやった方がいいのが必ず質問を用意して質問をするってことですね。しっかりと質問をする、また懇親会があるんだったら懇親会に参加する、最前列に座るっていうことですね、が非常に重要じゃないかなと。まあセミナーより懇親会を重視した方が僕はいいんじゃないかなと。やっぱセミナーっていうのはやっぱ視覚とか聴覚で学ぶと、やっぱセミナー講師っていうのはなかなか本音を話さないんですよね。台本があったりとか型通りに話すんで、懇親会を準備してる人っていうのはいないんで、本音の部分が聞くためにしっかりと懇親会に参加するのが大事かなと。で9個目、サロンを使うとかコミュニティに入るってことですね。やっぱセミナーっていうのは1回きりで一方向じゃないですか。サロンとかコミュニティっていうのはずっと学べるし、情報交換ができたりとか仲間ができたりとか、知りたい情報を持っている人がたくさんいるとか、まあ、人脈を買ってるわけなんで、まあ、コミュニティっていうのはまあ30万とか50万とか月3万5万とか結構いい値段しますけど、そういうのを参加してみるのもありです。
で理想は、参加者側じゃなくて主催者側、自分が開催者になるってことが非常に重要です。いずれですね、いやいやいきなりそんなことできないよって思うかもしれないですけど、意外とオンラインサロンって自由にできて、別に会員が1人でも2人でも3人でもいいんで、月100円でも300円でも500円でもいいんで、しっかりと自分が主催者になって、何かを教えるとか、先生になる立場になるのが一番早いインプット方法になるので、この動画を見てオンラインサロンとか興味ある方は、自分でね、友人だけでもいいんで300円だけもらってやってみるとかいいんじゃないかなと思います。で次10個目、芸術鑑賞するとか、ライブ見に行ったり映画見に行ったりシルク・ドゥ・ソレイユとか見に行ったり、やっぱしね、その学びっていうのは、その感性力っていうのは僕は非常に大事だと思ってて、発想力だったりとか想像力だったり、それだっていうのは結構アートとかね、サイエンスとかエンターテインメントから学べることって多いと思うんで、芸術を見るといいんじゃないかな。で11個目、体験するってことですね。世の中に一流って言われてるものがたくさんあります。それは高級車だったりとか時計だったりレストランだったりとか音楽だったり、できるだけね、体験っていうのは一流の料亭とかレストランに行くことによって何か学べると思うんですよ。雰囲気だったり来てる人のオーラだったりとか、その職人さんの料理の作り方だったり、だからできるだけね、いい体験をするっていうのがいい仕事をするための秘訣にもなるんで、たまにはね、贅沢で高級なランチに出かけてみるとか、ミスラーの店に行ってみるとかっていうのはするのがいいんじゃないかなと思います。実際僕の場合は1年後のレストランの予約とかを結構してます。半年後ここ行きたいなとかで、僕の知り合いの経営者は365日1年先まで土日祝日を除いて平日の裏レストランの予約を入れてる方もいます。秘書の方に2年後取っておいてくれとって言ってるようですね。こういったね、その1年後2年後視野に入れて仕事できる人ってね、やっぱ成功者の特徴なんじゃないかなと。ハイブランドの服を例えば着てみるとか、高級なレストランに行ってみるとか、高級車レンタカーで乗ってみるとか、時計とか小物を身につけてみるとか、そういったね、できるだけ一流の経験をするっていうのも大事かなと。で続いて舞台を見る、12個目、舞台を見る、お笑いライブでインプットすると、僕はそのスピーチの勉強だったりとか、コミュニケーションの勉強で結構ルミネーザ吉本とか渋谷の無限大ホールとか大阪だったら新喜劇とか、ああいった方って非常に声の抑揚のつけ方、また表情、話の起承転結、体の使い方、リズム、すべてやっぱプロなんで、ね、お笑い芸人のライブっていうのは非常にこの五感をうまく使った、トークだったり表情、声の大きさ、体を使ってすごく勉強になりました、自分は。なので、ね、お笑いのみならず演劇とかミュージカルとか、舞台とか行ってみて、しっかりとその五感で学ぶっていう経験をするのもビジネスマンもいいんじゃないかなと思ってます。あと13番目が運動するってことですね。脳と運動の間には深い相関関係があるって言われてるんで、まずはウォーキングですよね。通勤時に一駅分歩くだけでもウォーキングになるんで、しっかり運動すると。例えば脳におすすめの運動としてジムに定期的に通うとか、よく噛むとか、1日30分程度ウォーキングするとか、手先を動かす趣味を持つとかもいいんじゃないかなと思います。14個目最後ですね。インプットのおすすめのツールとして、Bluetooth 仕様のものを使うと。で僕は iPod をしっかりと使ってます。イヤホンとかヘッドホンっていうのは非常に重要で、例えば駅まで歩くときに話しながら携帯の操作もできますし、電話もできますし、 YouTube も聞くこともできる。僕はねソニーのねヘッドホンで WI-1000X ってやつを使ってます。それは首にかけることができて、いつでも耳にねイヤホンを入れることができるんで、常に首にかけておけばすぐ動画聞けたりとかするんで、こういったものもに投資するっていうのも非常に大事なんじゃないかなと思います。それでは2章はこれまでになります。3章以降も非常に重要なので、ぜひご覧いただければと思います。また感想とか気づきコメントあれば、ぜひメッセージにお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。